かまないかな。豊中のひよさん、誰もありがとう。やっほー、今日はありがとうございましたです。本当に石垣さん、誰もありがとう。なんだいなんだい、ありがとうございました。今日は本当に、今日何ですか、何があったの。朝早く会場行って、そうだよね、今日雨降ってさ、寒かったよね。絶対風邪ひいてないですか。風邪ひいてなかったらもう安心だけど、もうあったかくしてほしいって思う。リキーヌさん、ここありがとう。あ、見れなかった。そう、しみさらさんと配信した。しみさらさんのやっぱ伝説について教えてもらった。ガチで怒ってるって言われた。やばい、やばすぎる。何、もうキレられてるってこと。くまさん、ハート。長崎めともかいさん、ハート。エキピさん、だるま、ありがとう。風邪ひいてない、大丈夫、よかった。もうあったかくして過ごしてくださいね。嬉しい、ありがとね。こんばんは。キヨシさん、誰もありがとう。あとはマシアで言うの忘れました、ごめんなさい。今なんか怒ったみたいになっちゃった。違いますよ、でも本当におめでたい。それはおめでとうすぎるから、本当におめでとうございますです。1月21日、ん、今日が20とか21日だよね、が誕生日なのね。おめでとう、みさんさん、キヨシさん、ハートありがとう。最近めたまぐりさん、ここありがとう。いや、ハートめっちゃ難かった、びっくりですから、許してくれた。やばい、生まれて初めて会えて生きてた甲斐があった。本当生きてた甲斐があったレベルなの。でもすごいよね、7時間かかったんでしょ、大変。ヒロさん、さっきみやどんが、アイさん、ハートありがとう。クレさんとハグしたの。クレさん、クレさんはなんかひーちゃんと楽しそうに話してましたよ。壁写真のステッカーを、なんかに貼ってるの。待って、ちょっと恥ずかしいかも、可愛くない写真を。そんな、ミキミキさん、オノディさん、ハートありがとう。そう、ひーちゃんボブになったの、私が昨日の配信でネクストコナンズヒント、浜田響って言ってたのは髪の毛のこと。半年ぶりに会ったけど緊張した。そうなの、そうだよね、でもリアルは半年ぶりやったっけ。嬉しい、そんな褒めていただいて。ムピーさん、ハートありがとう。ミキミキさん、ハートありがとう。そうだよ、だからもうひーちゃんは多分もうずっと配信してる時も多分隠してたんだよ、ひーちゃんは。あの髪型をみんなにサプライズパーティーって感じでやるために。そう、ひーちゃんかわいいでしょ。もう私はね、髪伸ばしてる側なんだけど。そうなんです、今日の家帰って感じ。あ、コメントしてくれた、ありがとう。やっほー、うん、嬉しいです。ハートリベンジ、ハートさ、なんか違ったよね、そもそもが。なんかカスミンたちに言われた、違うよって。こんばんは。そう、ひーちゃん似合ってたよね。そうだよ、今日はどうやって乗り越えたの、フードかぶったとか話してた。のべさん、ハートありがとう。でもなんかリアル話し会でこうみんなに見せたいってなっとったけ。そうそうそう、誰か分かりませんでした。いや、うん、違うの、思い出した。一応今髪伸ばしてるんだ、伸ばしちゃってるの。でも来年ぐらいになったらバサーっていっちゃろうって感じなの。成人式ぐらいまでは伸ばしていこうかなみたいな気持ちもあるけどね。でもどうだろうね、あ、その時には切りたくなっちゃってるかも。しみさらさんとのコラボ面白かった。いや、もうしみさらさん本当に面白すぎて、もう伝説についてね教えてもらって勉強になりました、本当に。サラーさん、ネタロウさん、ハートありがとう。ポストした、見よう後で。そう、私みんながポストしてくれた写真ね、見たけどね、全部多分見てないからね、見たいんだよね。身長合わせ、いや、そうよね、身長がさ合ってないからもうこんなんおかしいでしょみたいになってたもんね。違うよって言うと申し訳ない、いや、ごめん、ちょっと以心伝心不可でしたね。こんばんは。ハート髪切った、幕張の、あ、ほんと。じゃあでもギャルピとかしたもん。そう、ひーちゃんが多分今いっちゃん髪短いです。たこ焼き、そう、たこ焼きね、持って帰ってきた。だからこの配信が終わったらチンして食べるの、美味しそうって思ってる。くしゃみでそう。いい、気まずいっつりしたお話し会ありがとう。いや、そう、ちょっと気まずかったね、あれは。ありがとう。でも安やねん、ほんとに。森健銀貨さん、ハートありがとう。そう
だよ、もう今日もう事件鬼滅の推しメングッズ、あ、うろこ滝さんのグッズがあったってこと、どういうことどういうこと、え、すごい、何が出てきたのなんか今日お仕事だったのね、大変ですね、お疲れ様ですこんばんは。しみさらさんはやっぱ教えていただいたのはやっぱ伝説の背中も当たり前だし、もう偉大な先輩ですよあとなんか あとあのしみさらさんのオーディションの時の動画あるじゃないですか、食パンの、私がそれがめっちゃ好きで、え、じゃあそれの真似しますねって言ったけど、違うよって言って教えてもらった、その食パンのやり方をつなぎっぱなしで待ってたの。そうなの、ただいま。午後行っちゃチンしちゃダメ、え、言うよね、チンしたらなんかバキバキになるみたいな、え、イカ焼き食べたなんかと、そう、うろこ滝さん推しね、鬼滅もまた映画始まるから楽しみですね。そう、なんか伸ばすらしい、しみさらさん曰く、あの子役風に言うのが大事ってね、今ひなさんのね、え、じゃ今電波悪いよね、絶対にね、なんか今止まってた気がする、止まってるよね、ちょっと待って、どう、ちょっと変えてみた、あれを Wi-Fi 切ってみたから良くなったらいいけど、充電はないかも、え、充電ないんだよ、で充電ないけどもいっかみたいな感じある、ちょっと待って、オッケーオッケーオッケー、これでなんとかなる気がする、よくなりますように、電波が、電波がモンザバラタラマキーク、電波がよくなりますように、大丈夫かな、聞こえる、これ聞こえる人、はーい、あれいないな、どうしよう、気まずい、誰も聞こえてないじゃん、もう、あ、はい、あ、いた、いました、あ、いました、よかったです、聞こえないかと思った、なんか Wi-Fi 切ったからちょっとマシになったかも、キヨイさんハートありがとうかな、多分そう、何の話してたっけ、あ、そう、まひなさんか、いや、ちょ、今日聞いてほしい、本当になんか一緒に写真撮ってくださいって言っとって、そう、写真撮ってもらって、なんかその後に今から配信するのするけど、おいでみたいな、ふにゃーみたいな感じでね、そう、参戦してしまいました、お邪魔しました、まひなさんのルームに、事件事件って感じ、聞こえるけど画質が悪い、もうじゃあどうしたらいいっていうの、どうしたらいいっていうの、どうしたらいいっていうのかな、良くなった？本当？こうなってるっていうの。マサさん X の投稿たくさんするね。ありがとう。国家拡散か、投稿じゃないわ。ありがとう。笑えばいいと思うよ。ニコ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 って感じ。ちょっとわかんないよく。キャッチフレーズ？サワさん考えてくれたやつ、やだよ。さらに倍違う、もう何の話、そう、まひなさんの話だよ、そう、今日まひなさんの配信、まひなさんがご飯食べながら配信しとってお邪魔したんですよ、見た人いますか、見た人、はーい、こんばんは、ミヤティさん結婚してありがとう、契約違反なので無理だす無理だすよ、やっほー、嫌ですから、ひいきがいちごとのツーショット送ってくれた、本当？ひいちゃんと写真撮った記憶がないシングなんだけど、ちょっと私今日なんか写真撮った記憶がいろいろないんだよね、見てくる、梅田におった、あーね、見てない、見てないの、見てないの、みんな、いや、なんかもう本当に
なんかもうキモかった昨日の、あ昨日のね、なんかもうニヤニヤしちゃって大平さんの隣におったらなんかニヤニヤしすぎちゃって、なんかほんまにきしょくてやばかった普通に。次、そう次はねのリアルお話か、広島ですね。もう本当にキモかった自分、キモすぎて顔隠してたずっとキャーっつって、うん、いやーいやー、すごい100回目の訪問が、100回目の訪問かける2、すごい、もっとやっほー、あかゆいかゆいとか言っちゃう。そう、え、あとさ今日パセリさんとも話したんだよ、ちょっとだけ。嬉しかった嬉しかったなははは。お部屋でキモくない、やばい、そんなそんなこと言わないよ、そんなことないよ人間って感じ。 3.75 さん風呂好きありがとう、そんな子どうないよー。だからレッチさん誰もありがとう、出てないですよ気まずやほそうそうなんですけどねマジでもキモすぎて、なんか自分がねずっとニヤニヤして、本当に病気かと思いました。え、そう今日パセリさんもヒョウ柄やって、ですねって、やパセリさんね、なんか喉痛そうやったっけ、あんまり話せんかったけど、もうねでもなんかな、もう話しかけられるなって思った。一回さ話しかけられたらもうなんか次も話しかけられる気がしてくる人だからそう話したいんだよね、だから嬉しい。でもちょっと話したから写真も撮ったんだよ、載せるね明日以降。ちょっと今日なんかいっぱい移動中とかもう待機時間寝すぎちゃって、なんか寝てたら普通にもうメール送れない時間になりそうで本当に焦った。めっちゃ笑われた、なんで笑われたの。300回の方もすごい、こんばんはね、喉がちょっと痛めてたけかわいそう、こっそり見てた、あこっそり見られてしまいましたか、こんばんは。もう本当にキモくてニヤニヤしてて、もうなんかキモいから顔隠そうって思って、このカーディガンここ取れるからこうやってほんとって隠してた、こんばんは。でしょヒョウ柄やろ、これめっちゃヒョウ柄だからヒョウ柄人間って感じ。そう、もうずっと話したかったから嬉しかったです。増えた、参加したの、ヘプ編参加したの、見るとまんま怒られました。あらなんか大変だね大変だね、でも嬉しいよ、そんななんかそれなのにリップ編企画に参加してくれたっていうその心意気ありがとう本当にそう、なんかリップ編のさやつ書いてくれてありがとうっていう人もいて、今日結構なんかそう、ああの人かみたいになった、嬉しかった。友達ケモンさんバラありがとう。猫かぶり、いや違いますよ、猫かぶりとかではなく、まひなさんは本当にもう本当に真剣にちょっと好きだから、ちょっとなんか猫かぶりとかではなく、なんかニヤニヤしちゃうみたいな感じだった。楽しだから、どういうことなの。ドクター K さん結婚してありがとう、契約違反なのでできないよ大阪コーデやけヒョウ柄履いた。キサッシさんだるまありがとう、ヤッホー、あヤッホーもう覚えたけ任せて。北清水、そうそうだよ、清水原さんの北清水のしたけど、では何かぶりですか。そうですね、ヒョウかぶりですかね。でもヒョウとかって猫かだよね。こんばんは、ヤッホー。触れたって言い方やばいから、本当に触るとかじゃないんですよ。いやもうほんと普通に可愛すぎた、もひなさん可愛いでしょって感じです。こんばんとんさん誰もありがとう、やけもうね2月4日のオンライン話し会の日まで会えんけ、先に誕生日おめでとうございますって言ってきた。そうだから生誕公演とかねあれだったらもう絶対行きますって言ってきました。
レッスンさんも本当に来ないでください、その日だけは。本当に絶対やめてください、本当に。でも絶対そんな気がしてきて本当に嫌です。顔と名前覚えてもらえないか。え、もう覚えたよ、結構覚えた今日。言うまでパセリさんと同じ。何が、あ、ヒョウ柄が。お疲れ、やっほー。え、トレーナーなかった。え、でもさ、なんかさ、ヒョウのさ顔のトレーナー着とったよね、ピュンピュン。びっくりした、あれどこの子やってんのと思って。見れなくてよかったのかもと思った、確かに。確かにね、マジでめっちゃ楽しい。シミサラさん好き、超楽しい。来たらユージさん、やばい、それはハマさん言ってすみませんでした。いや、そんな、なんか謝らないで。でもなんか話したんよ、ひーちゃんと。なんかそういう北沢のところにいるっていう人来たよみたいな。え、誰だろうっつって、そう特徴を聞いてて、あ、有馬さんやんってなったんよ。いや、いいよ、北沢のことが推しならいいよ。まあね、私がネクストコナンズヒント浜田響きをしてしまったからね。いや、まあ誕生日前ってことでギリセーフかもしれない。こんばんは、隣だった、そうなの。ありがとう、ありがとう、やったねデザイン、まひさん、まひなさんといるとき借りてきてね、これ。それそうですよ、なんかもう本当に、なんかもう本当にキモくて自分やばく、なんかもうお前はどうしたみたいな感じだった、本当に。あ、普通にもう普通に事件だからって思って、本当に。デーツといるとき、うん、そう、なんかもうね、もう大好き、やばい、大好きとか言っちゃった。大好きとか言っちゃった、大好きなんだけど。いや、なんかでもちょっとおまひなさんに、でもみんなに好きって言ってるかなみたいな言われてたけど、気まずすぎてもうちょっと天を仰いだよね。パフリをしてちゃんと隠した。メイさんと友達になれた。いや、友達でも、なんかパセリさんはあのお友達になりましょうって言ってくださったから、お友達になりました、嬉しい。うん、話したいんだよね、もっともっと頑張るです。こっち側だったでしょ、デュフ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 してましたよ。でもなんかそのショールームやってるところがなんか結構人が通る場所だったんだけど、なんか3期の人が通るたびに、え、もうやったやんみたいな、もうみんなおめでとうみたいな感じでちょっとじわっちゃった。ついなんか先輩方が通った時もえみたいになってて、本当にちょっと面白かった、助かる。やっほー、しみさらさんの配信面白かった、本当。そう、しみさらさんね、楽しくてもう大好き。そう、 ZD だから。アヌピーさん、誰もありがとう、こんばんは。急接近、そうだよ、急接近だよ。ゆどみさこさん、ゆりさこじゃないと思うんだけど。もう普通にパニックだから。そう、千穂さんもうなんか通った時にえー、みたいになってて、みずほさんもね、喉痛そうやったっけ、心配ですね。その中にはなりません。高本さん、愛知さん、花束ありがとう、こんばんは。リリスガガさん、だるまありがとう、もう本当に嬉しいって感じ。24フレットさん、合ってるかな。スクとだるまありがとう、 Thank you。 デスボイス配信やってる、え、大丈夫なの、喉が痛そう。めっちゃ嬉しそうだったでしょ、だって嬉しいんだもん、ニヤニヤしちゃうよね。こんばんは、こんばんは。もうずーっとニヤニヤしてしまって、本当にもうなんかキモすぎて、自分の顔がニヤニヤしすぎてて、んー、キモいって思って、なんかもう服の袖を取ってそれで隠してた。パパさん、肩こり、え、大丈夫なの。もう肩こりって悪化するともうすごい大変なこと、頭痛くなったりとかさ、いろんなとこにつながって大変らしいから心配だよね。なんかもう心配って感じ。
今日はありがとう、ありがとう。ひなさん、でも近い、でもの涙ですか。え、愛さんとさ、ひなさんだっけ、結構厳しいって、あの、どういうこと、振りにってこと。実物が美人すぎてビビった、ありがとう。そんな、みんな褒めてくれてありがとう。いちご、サラがリアルに聞けてる方、そう、よくやってるよね、サラさんと。いちご、サラってやつをずっとやってるんですよ。何が面白いか分かんないんだけど。自分の顔見た時の反応、しまいかん、あとほっこりした、もうなんかもう頭おかしくなっちゃってさ、本当にもうキャハーって感じ。ユンケルってなんかめっちゃ疲れてる人が飲むイメージがある。本当になんかもうお気をつけてください。そうなんだ、じゃあ頭痛とやっぱ肩こり連動してる説は結構ありえるよね。あの、私も肩こりやばいから頭痛くなってるのかもしれない。ありがとう。そういう年齢、そう、でもなんか途中でナーピさんもと登場したんだよ、清水さんの配信してる時に。ナーピさんおって、でなんか何歳みたいな話をしてて、ナーピさんが何歳かなみたいな。え、でも普通に考えて、いや清水さんも年下なんだかと思ってびっくりしちゃった。たこ焼きね、後で食べるんだ、へへへへ、いいでしょう。今とかきついところ、きついの。そんなところがいいのではないのでしょうか。そういうところも大好きだよみたいな感じですよね。やっぱなんかダメージみたいになっちゃった。今食べないよ、だってもう遠い場所に置いちゃったんだもん。キャッチフレーズ、いや本当に清水さんがキャッチフレーズ考えてくれたけどさ、なんかさ、北の沢でイチゴ発見みたいな、もうちょっと分かんなすぎておもろかった。たこ焼きだって温めて食べるもん。パセリさんと話しました、やっと話せて嬉しかったです。ね、ナオピさんの今日めっちゃスタイル良くて次元を感じた。いや何等身やねんって、本当に何と欲しいんだのって思いました。サラさんの伝説を知ってね、もうやっぱ反面教師にしていこうと思います。インテックスに行けばよかったのに。え、どういうこと、います、ゆで太郎さんハートありがとう。そうだよ、ナイピさんなんか来年も中学生で、普通にやばいから、やばすぎますね。やっほー、こんばんは。本当にやばい、さらに倍さん。そう、あとね、今日ね、リッシュももかさん、リッシュンさんとも写真撮れました。頑張っちゃいました。北沢さんもいいでしょう。10歳、確かに。トンさんハートありがとう。そうだよ、ピさんだから、ピーさんって感じ。トンさんハートありがとう。そう、なんかめっちゃ可愛い、普通になんかもうなんか小柄じゃないですか、だからもうなんかめっちゃ一緒に写真撮ってもらうとき、でかすぎて自分がめっちゃしゃがんだ。今日はありがとうね、あ、ありがとう、あの沖さんの生誕って生きてた方やろ、あれがしたかったって思った、やばい。そう、ミューポンと今日ハート、なんだっけ、ツーショット会の時ハート作ったんで、終わった後。そう、同い年ですよ、こんばんは。ファミプレミアシートあった、そうなんだ、じゃあもう楽しめますね。トンさんハートありがとう。でも今日は自分の中では割と頑張って話しかけた説はある。島田太郎さんハートありがとう。ハイジの頃からはチキヨパリピーって感じですね、こんばんは。目が痛いし、もう何これ。
コンタクトが多分めっちゃ痛いんやと思うけど、めっちゃ痛いから普通に考えて。えらい。あ、ハロー、ありがとう。こんばんは。こんばんは。こんばんは、フルって感じ。しょうもないこと言ってしまいました。こんばんは。次のお話し会は2月4日でも、お話し会ってやっぱ楽しいよね、みんなと話すの好きです。たいたい、ちょ、なんかどう、なん、おゆおゆおうおゆおうわんさん、ハートありがとう、 Thank you。 寝てください、普通に眠くなっちゃいますよ。こんばんは、フルマルさん、ハートありがとう。でもなんか本当に話し会って楽しいよね。どういうこと？欲しすぎてもう何って感じで。今日ありがとう、可愛かった。え？やっほー、もうこちらこそなんだけど、可愛かった、めっちゃありがとう、来てくれ。よかった、名前さ合ってるかめっちゃ不安やったけ、合っててよかった、ありがとう。大阪までさ、わざわざさ、そんな私に会いに来てくれるなんて、なんて素晴らしい人たちなの、みんな。レイさん、誰もありがとう。めっちゃ眠いからな。27連は盛況でした。27連、どれね、もうどれ、え、てかさ、ツーショットの写真あげてんの痛いよ。おもろかった。ルースさん、トムトムさん、ハート、セイッチョさん、誰もありがとう、こんばん。やっと東京着いた、お疲れ。パセイさんと話したよ。でもね、喉が痛いみたいであんまり喋れんかったっけ。心配だけど。でも話しました、パセイさんと。なんとかバレ。かなとこさん、誰もありがとう。ヒョウ柄めっちゃ見れる、気まずい。いや、そう、なんかツーショットでさ、ヒョウ柄でやった後にさ、カスミンとさ、ミユポンがさ、めっちゃ、もうヒョウ柄、もうなんかヒョウ柄カップルみたいみたいな、なんかどういうことみたいな、ヒョウ柄系カップルみたいな言ってて、ちょっとおもろかった。平和なレーンだったでしょ。かなとこさん、ハートありがとう。大阪、たこ焼き食べるから、もう本当にたこ焼き食べるのが楽しみ。高松愛鳥院さん、ハートありがとう。そうなのね、私たちのレーンはミューポンとカスミン3人ツーショットの一緒だ、レーンでやってたっけ。名前呼ばれるよね、じゃあなんとかさんお願いしますみたいな、名前でーすみたいな。そう、気まずい呼び出しシステムなんですよ。でもね、3人だからさ、結構わちゃわちゃしちゃうけど楽しかったかな。いや、それな、ハイウェイがおしめじゃなかったね。ね、なんかちょっと微妙に違ってたね。本さんとさっちしか覚えて、そうなの。通称もね、本当にありがとうございます。通称のもう結構初めて決めてみたよみたいな人とかもいて、結構嬉しかったですね。夢と現実は違う、 2.5 期さんのあれが離れんね。みゆぽんともツーショットで気づいた、気づいてるよ。ぽんちゃん可愛いよね。もうみゆぽんのツーショット撮ってる姿が可愛すぎて、かすみと、いや可愛いなずっと言ってた。北田さん、はい、北田さんの名前でーすみたいな、なんかすごいみたいな、なんかちょっとおもろかった。3連、そう、かすみね、気まずかったよね。あれちょっと気まずかった。後ろで何の振りの練習をしてたの？あれはね、なんだっけ、僕隊のいとしさんのディフェンスとか
もうね、かすみに教えてもらう。祈るように腕に抱かれてたと。あと、繁盛してるぜ、白い砂浜。なんだっけ。あ、そんなこんなけど、のやつとか、ちょっと踊っちゃった。たむたむさん、ハート、ありがとう。ヒョウ柄、よかった。ほんと？ヒョウ柄良いやろ？でなんかこれ、あんまり、その、大阪ぐらい。でも大阪で逆にヒョウ柄わざと入っちゃ恥ずかしいんかな、やっぱ。もかずさん、ハート、ありがとう。いや、でもパセリさんもヒョウ柄やったけ、いいよ。やっほほ。イッチベイブ順調順調順調。え、今日お話し会でさちょっとマジでおもろかったんだよ今日お話し会でさ、なんかイッチウェイじゃないや、ネモハモルーマーも楽しみにしてるよみたいな方がいらっしゃってさ、え、もう上達したんだよほら踊るねとか言ってウィッチウェイしたこんばんは、ユニバやった、ありがとう、着こなせてた、仕事から帰宅、お疲れ、お仕事大変ですよね、なんかあの変な声するんだけどこんばんは、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 そう、お話し会で急にウィッチベイを押し出してしまうっていう、もう怪奇現象みたいなことをしてしまった、妖怪かなみたいなことをしてしまいました、こんばんは、こんばんは、あ、勝訴した、え、あのさバイバーイみたいなさ、あのお、うん、ツーショット終わってバイバイこうやってあーやーってやってるとき、ショースト掲げててじわってしまった、こんなよかったよかった本当、え、お花ねありがとうでしたよ本当にそう、対面ウィッチウェイをさせていただきました、やってもらうの忘れてた、やばい、確かに X の話してたけちょうどやるべきだったんかな、じゃあここでウィッチウェイをって言ってM さん誰もありがとう、ウィッチウェイしてしまった、ルーマ踊れるかな、踊れるかな、それはネモハモルーマーかも、ネモハモルーマー Hey what's up、 でもねもうウィッチウェイむずい、なんかウィッチウェイの動画にさ、なんかダンススクールみたいな人さ、なんかアカウントからいいにされたんだけどそれなんかダンススクールにの方に目をつけられたかもしれないやばい、怒られるんかなとか思って、そのためのパンツスタイル死ぬ今日ね、でもなんかあんまりねスカートとか履かんけね、ネモハモ、え、そうネモハモのツーショー撮ったよ、撮った方もいたよ、ネモハモポーズっつって楽しかった、 DM が来るかも、こうした方がいいですよとか言って見ないけどさ、やっほー、もうここやばい、ほらいいな、袋に見えるでしょ、穴掘り袋だよ、特にこれ大事、ただの袋じゃなくて穴掘り袋やけね、うーん、でそうやけ、こんばんこんばんは、やっほーありがとうゆいな穴掘り袋だから、そうお話し会で急にウィッチをやりだすっていうね、もう本当に怖いから気をつけてください、本当に恥ずかしいですよって、でも周りになんか 両手右も左も人レーンが、人がいないレーンだったからできたけど、人がいるレーンで急になんかウィッチウェイとかしだしたら本当に頭おかしいと思われるから、今日限定ですね今日もありがとう、今日も黒かったね今日も黒かった、ドクターケースのハートありがとう、ありがとうへへへへ、うん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 、言ってたのに、マスコの会場ずっとさ君は何を後悔するのかとさカップリングの曲一生流れとるけ、もう頭がもうに残っちゃうんだよ、めっちゃ いいことなんだけど、うち本当にやばいよ、だって隣がさもしさマイハさんとかさスタジオのさもうなんかネモハモ踊ったことある人とか挟まれてて急にウィッチウェイとかやりだして本当頭おかしいから、クロスに行く予定だった、でもまあまあまあ
唐辛子しか勝たん。ナースの部屋今ね立ち入り禁止。ミキミキさんレインボースターありがとう。ツアーで一緒になるの、え激アツ展開じゃん、すご。それは激アツ展開なんだけど、そういうのいいよね、大好き。バキバキ踊るんですかね。布教しといた、ありがとう布教。布教ワンワンって感じ。ちょっと違うか。こんばんは、こんばんは。行き近で思考停止した。めっちゃ見てしまうとか言った。めっちゃ見てしまいました。前髪、いや前髪これ巻き取れただけなんよね。みちさんウィッチウェイしてくれるかな。めっちゃ可愛かった今日も。ウィッチウェイしたよ今日でも。まあね、隣いないからできたことだから。ウィッチウェイ、シミサラさんと動画撮って、え、シミサラさんできるんかな。確かにシミサラさんでもできそう、バキバキ踊ってくれそう。え、今度やってもらおうかな。一応にしてくださいよって言って。今日はね、新幹線行きはね、リエチとユイナの間でね、帰りはね、ひーちゃんの横。こんな黄色かったね。黄色？プロポーズのやつ？うん。プロポーズのやつ、パカッのやつ。当選してた、おめえ。オレンジ叫びたかった、叫びたかったの？叫ばないで。心は叫びたがっているんだって感じだったってこと。こんばんは。ウィッチウェイを要求する。よし、リオさんにしてほしい。今度レッスン一緒になったらリオさんにやってもらうんだ。やってくださいよ。もうシミサラさんのこと、もういだり、イミサラ、もう誰なの。シミサラさんです。そう、シミサラバキバキですから、普通にダンスとか。なんか卒コンのレッスンの時になんかダンスパートみたいなやつがあって、めっちゃ難しくて、なんか明日までに終えられないよみたいな感じの話をしてたけど、次の日もバキバキに普通に踊ってたから、いやさすがですわってなった。今日はヒョウ柄のメンバーが多いね。え、クソだったの。なんかシパセリさんしかいないかと思ってた。今日のアリちゃんさんのなんかタツ年のタツのやつめっちゃ可愛かった。確かに海がない県やな。手の中のひめさん誰もありがとう。そう、手の中とふざけてやっちゃう。フフッ、撤収してる音がすごくって。全員にやってもらおうかな。こんばんは。今日のアンさんもおしっぽずしてくれてありがとう。ありがとう。マジでさ、普通にさ通じちゃって気まずかったよね。このポーズがいいですみたいな、ああれですねとか言ってしてしまいました。ありがとう高松愛鳥園さん、ここありがとう。お尻そんなこと言っちゃダメだよ、本当に愛ちゃんさんだよ。自分は好きです、みんなも好きだから。ちまき、うん、ちまきね、なんかあの蒸したお米だよね、あのなんかもち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 タイプのやつ。食べました、私も海鮮シーフードみたいなやつ食べた。今日いろいろ食べた。したいこといっぱいあったのに完全に忘れて飛んだ。忘れたの？じゃあまた伝えに来てください。広島ね、どうかな。広島どうか、でもさ
広島のさリアルお話し会はさ広島だからさ朝早く起きなくていいのが本当に幸せだと思う。本当に幸せだよ。だからむくんでない顔でいける。今日目腫れてたんだ。イッチーはダメだよ。イッチーはもうミューポインが呼んだらダメなんだからね。黄色い人いるなって思ったらミチさんだった。黄色い人でも確かにめっちゃ黄色かった。まあ、ひなさんもめっちゃ赤かったし、なんかそういうさめっちゃ一個の色がめっちゃ強い色が似合う人って本当にすごいよね。スペイン洋食とか誕生日とか、え、そうだよね。スペイベア、スペイベア。ゲーム大会何するか本当に分からん。来週話すね。オッケー、任せて。話すうまそうね。やっぱ寝れる系いいよね。そんなことない。どういうこと。もう2ヶ月経つの。2位かな、経つの2。アリコン1位取った。すごい。そう、遠征は眠たいですから、もうほんまに眠たいですから。広島2日間開催。うん、あれか、あの2日ちょっと待って、理解できなくてごめんなさい。来てください。また楽しかった、めちゃくちゃ。君を見送ろう。寝落ちポーズみたいなのが一緒。ああ寝てますよみたいなつって、久々に現場に並んだけど5時間だ。あ、5時間もいたの。お疲れです。普通に青かったね。めっちゃ青かったよ。覚えてるよ、青い人って。青、今日は青なのねって思った。目が鼻腫れてる。あ、本当？めっちゃ腫れてた自分的に。それおしゃれダイビー直前に YouTube だから。あ、そうなの。え、じゃあ会えないってこと。ピーン。クルさん、クルさんとも写真撮った。でもクルさんとひーちゃんが楽しそうに話してる写真も写真に撮った。本当に死ぬけど。ノーエーマンかっこいいよね。ノーエーマン、ノーエーマン。なんかノーエーマンはそのネタ番組で披露するときに、なんかなこさんとかひとみさんとか宮城さくらさんとかがいなくなった後、ナナさんがセンターでやってるときとかもあって、めっちゃ爆イケって感じで好きだった。あ、そういうことか。平和ならいいなって思ってるの。悲しい。あの幕広って帰るよね。多分帰ると思われるですから。日本語おかしい。ミサラさんとなんかいそうだよ。もう嬉しかった、今日一緒に配信しようって言ってくれたの、サラさんが。ウレピーマンでした、こんばんは。予算さんと相談してく、相談してくださいね、ぜひ。うざ。みゆみゆさんのうざめっちゃ好きなんだよな、あの一人でやってるやつ。うざさんのイメージしかない。ノーエーマン、ノーエーマンはね、ひさこが踊れるサッチーと、こんばんは。そう、そうなんだ、そこの日。そうで、でもサラさんはサラって呼んでっていうのに、私のこといちごちゃんって言うけ、もういちごって呼んでくださいよって言って、いちごサラって呼び合ってるよ、ちゃんとちゃんと呼び合ってますからね。普通任せてくださいよ、本当に。なんかそう、 TDC でやってたやつめっちゃ好き。でも確かにね、ノーエマはめっちゃみちさんのイメージはある。普通にね、あのなんかあれすごい話だよね、すごい話。うん、ひみさらさん大好き。清水プロさんですから。
ね、めっちゃお顔天才的人物って感じ。飲んだからってこと？ノーウェイマン。なんかもうダンスって大変だから頑張るねって感じ。もう前髪がもう刺さってくるんです、目に。ね、歌ね、歌ってほしい、歌ってくださいよとか言っちゃうかな。歌ってくださいよ。Xガール使ってる。あ、Xガール好きだよ。Xガール。Xガール。めっちゃ英語バージョン。Xガール。目に前髪が刺さるから普通に。なんかもう巻きが取れちゃってさ、刺さるようになってくるから。なんちゃんさんのノンウェイマン、いや、あれだ、一等車になる。確かに。でもなんか足膝つく曲はだいたい膝じゃない、あざできちゃうよね。こんばんは、こんばんは。長い直すとき、いや、そうね、ここマジで痛くても刺さるんですよ。ウィンクは3回そこかあってに決めてた、4回は多すぎるしみたいな、合ってる歌詞。なこさん、テロップ書いてなかったですね、私ね。まあいつもと同じテロップで申し訳ないんですけど、 X のあれ書いとこ。そう、今日さ、そう、しみさらさんと配信してさ、ひなさんも一緒に配信してさ、二人ともさ、その X の話とかもしてくれて、もう優しかったです。そう、暗闇はあざできるし、なんかあの、なんだっけ、奇跡という名のストーリーめっちゃあざできてたね。優しい、本当に本当に優しくて、もう、うん、優しい、もう頑張りますね。頑張ります、私は。まあ正味ね、やるしかないですから。 X はもう、もう X なん、もう X 大変だけど、もう頑張りますから、皆様もよろしくです。1億インプレッションね、行きたいけど難しいよね、ちょっとね。復活してくれるだよ、そうなのかな。そうなのかな、わかんないけど、普通に優しいよね、本当に優しき人物。ファイトです、ファイト。高松愛ちゃんさん、だるま、ありがとう、やっほー。うん、こんばんは。そう、今日まひなさんのねルームにお邪魔しちゃったんです。本当にごめんなさい、ごめんなさい、おかしいけど、もう本当に恥ずかしかったですから。ニヤニヤしてた、ずっと。もうやだ、お疲れ様、お疲れ、お疲れ様です。こちらこそ。インプレッションの期間、なんかでも番組の期間やっぱ出てるみたいだった。4月ぐらいみたいな、多分。こんばんは。もう本当にニヤニヤしちゃって、もう困ったもんですよ。さあ、時をくるさんに習字のやつ見、書道家のやつ見たって言われちゃった。こんばんは、おいちごちゃん、やばい、おいちごちゃんです。こんばんは、こんばんは。インプレッション1億人にバズれんのって感じで、そう、なんか書いてあるらしい、普通に。なんか最初の発表されたところのとこに書いてあるみたい、言ってた、みんなが。これカーディガン総教。やばい、北の沢でイチゴ発見、やばい。しみさらさんの作ってくれたキャッチコピー、じわるから、もう、しかも手振りもあるから、北の沢でイチゴ発見。ほんとにおもろいから、やめてほしい。ちょうど見られてたよ、お疲れ様、お疲れ様。クールさん。
そのときはあずみんさんの誕生日だったじゃないですか。おめでとうございますってした何歳になったんですかあずみんさんつって、21歳のになりましたみたいな、え全然見えないですよって会話した24フレットさん、だるまじゃない、あだるまか、だるまとここありがとう。パフュームは本当にちょっともう死んだ、しみさらさんのねパフュームみたいな振りをしたらいいんだみたいなことを言い出してから、パフュームさんですかつって天才かと思った。ドクターケさんありがとう、ありがとう。そうなんだよね、だから一旦バズりたいよね。で正味あるバズってないんですよ一回も。コキザリーさんドラマありがとう、バズったことまだ一度もないので。いちご持ってたらいちごちゃんズ、いちごきさん入れてくれるんですか。あずみさん赤ちゃんですからね。あずみさんおめでとうございますって言いましたから、いや、うん、今日ナーピさんかな、リオさんか、リオさんがさバースデーガールのこと、ハッピーバースデーガール、そのバースデーガールって言いたいのか分かんないけど、ハッピーガールって安住さんのこと言ってさ、そういう幸せ女みたいな感じでちょっとおもろかった数字安定してる、ありがとう。でもね本当に一回もバズってないけ、一旦バズらせていただいて頑張ります。バズれますかね、ありがとう。そうなの、フェロミンさん、フェロミンさん、あずみんさんってさ赤ちゃんみたいな時は赤ちゃんみたいだしさ、大人の時は大人だからさ、そういう魅力があるよね。あずみんさんに何個鳴らすか聞いてたもんそう、リオさんはあずみんさんのことハッピーガールって言ってましたから、バースデーガールではなくハッピーガールって言ってた時、ハッピーイチゴ、何ハッピーイチゴって、ハッピーハッピーハッピーチルドレン、ハッピーチルドレン、おこりんぼはどこみたいなやつあるよねそう、なんか幸せ女じゃんハッピーガールって、もつんさんって今日ツンさんにさ、なんかさリンゴ味の飴があったけさ、ツンさんにこうやってあげたら何これって言われた食べてくれたんかなあれ。ドクター K さんからありがとう、分かりやすくなんとか、どういうことどういうこと、あ丸やか、そういうことか当てはまるんかと思った字が丸屋ですよ、丸屋丸屋、なにこれリンゴ味の飴ですよつって食べてくれたんかわからん丸屋スンさんはもうリアル赤ちゃんだから、スンさんね、かわいい。スンさん今日たこ焼きコーデしてて可愛かった、説明してもらったもん、これがあれでこれがこれでつって、あれ嫌ですね。クリオパワー丸屋、丸天、丸天もねあんまり、丸天の人いるんかな、 STU に丸天丸屋ですね。あれはなんか一回私日向坂さんの何のイベントか忘れたけど、丸屋のさイベントじゃない、丸屋のうちは作ったことある気がする。マリアとマルテン、この両表のマリアマルテンをなんか作った記憶がある今日は50分になったらランキング読みますね。で55分ぐらい、やばい充電も 20% しかなくなった、やばいわ。ユニバードさん GG ありがとう、マリアイベント余計ね、なのでちょうどいいかな、50分になったランキング読みますのでよろしくです。明日もお仕事大変やね、お休み頑張りましょう頑張りましょう、やばい眠い、なんかもうずっと寝とってさ、新幹線ポポピーとかの超多い、パワーパスリさんでしょ、ポ
わ、のびさん。丸や丸や丸や丸点ですから、私はあくまで。ねえ、明日から頑張れ。もう頑張って、もう大変だよね、それぞれ大変なことがある。ああ、沖さんか、確かに。ポカ、確かに確かに。マイキーさんも9でね、アンピーさん P で、じゃあ1号は5でお願いします。5で丸点なので、私は丸点です。今日めっちゃ寝たんだよね、朝の移動も寝てて、そう、帰りも寝た。もう眠すぎる。今日はもう寝るんだって決めてる。いっぱい成果ゲームしたい気持ちもあるけど、今日5のスキブ書いてたい。私忘れたの、5のスキブ、やばい。5のスキブっていう言葉がちょっとじわるよね。ありがとう。なんか丸51号です。5、やばい、もう眠い、倒れてしまいそうなぐらい眠い。ノースベリーさん、誰もありがとう。今日さ、もうなんかもう北沢かわいそう不器用シリーズとしてさ発表したいんだけどさ、紙袋はさ、なんかペットボトルが突き破った写真をね入手したからね。ちょっともう載せる。まだスイカしてる、してるよ。スイカゲーム、スイカゲームで高得点、なんていうの、ベストスコアを更新したらゆいなに送るっていう遊びをしてる。コツコツはだって丸点にはできないですから。動画バズりますよ。うんね、別にそんな嫌です。嫌です。あ、そうなんだ。寝坊ね、眠いから一生はねえよ。無残、鬼滅寺無残、違うね、絶対。てかもう鬼滅の映画も楽しみだね。もうやばい、最近楽しいことあるねって感じ。あ、おしぼりさんだな、絶対。そう、おしぼりも破けたし、なんかペットボトルも紙袋突き破るし、もうそろそろ、なんかもうそういうことが日常で多すぎて、もう溜まってきてしまった写真が、もう載せようかな、そろそろ。そろそろ載せてもおかしくないレベル。今ね、そう、不器用シリーズがたくさん。かわいそう、もう自分ってなんでこうなるのみたいな、かわいそうでしょ。あ、やばい、50分になってしまいましたので、そろそろランキングを読んでしまってしまおうと思いますけど、15位から読みますよ。15位長崎県ミャントマークアイリスさん、10位ノースベリーさん、13位ウエマン、12位ミヤティさん、11位ルーさん、10位イケピさん、9位トンさん、8位ミキミキさん、7位ドクター K さん、6位高松愛ちゃんさん、5位かなとこさん、4位豊中のひよさん、3位キヨさん、2位オノピーさん、1位24フレットさん、ありがとう、ありがとうでした。ですです。そう、今日はお話し会ありがとうございましたね。楽しかったです、とっても。またお待ちしております。もう本当に、うん、大阪を楽しめましたか。皆さんも来てくれてありがとうございました。おやすみです。そう、楽しかったです。 X もフォローしてね。来週X の拡散頑張ってます、よろしくです。あ、マニオさん、だるまありがとう、 Thank you だるま。お金がなくなった、すごいな、リアルな話来た、どうしよう。広島でお会いしましょうということで、幕張もねあるので、ないでかも、どういうこと。また、あ、そういうこと。んー、そうなの、え、そうなの、え、そうなの、分からんけど。ということで、また明日、
会いましょう。 X リポストタイムするのでぜひぜひよろしくです。セルジさんハートありがとう。 X リポストします。インプレッション数頑張りますのでよろしくお願いします。もう眠たいのでね、たこ焼きを食べて寝ようと思います。皆さんも寒いので暖かくして過ごしお過ごしくださいませ。本当に今日はありがとうございました。また明日、バイバイ、さよなら。